で、今日私の方からお話しさせていただこうと思いますのは、これ十三仏という、仏さんの掛け軸です。皆さんのこのお手元の方には、これと同じようなお写真の方が、あります。で、その横にはそれぞれの仏さんのお名前が、書いてございますが、ちょうど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、うちのお寺は真言宗ですので、時にはここにあと一人お大師様が描かれている、そういう十三仏の掛け軸も、今うちのお寺に3本掛け軸がございまして、そのうちの確か1本にはお大師様が、描かれてあったという、そういうのがあるわけですけども、今日はその十三仏のお話ということでご用意させていただきました。で、この十三に、そしたらこの十三に仏さんというのは非常にたくさんおられます。たくさんおられる仏さんの中から、誰がそしたらこの13人を選んで、前から一つのチームを作ったんやというふうに申しますと、これはその、チラシ、プリントでもあります。室町時代、ちょうど今からだいたい700年ぐらい前に、この13人の仏さんを集めて、一つの、グループ、チームを組んでいただこう。それを13仏というふうに読んで、みんなで手合わそうということで、お話ができたそうでございます。で、こちらの方にちょっと、書かせていただいたんですけども、前も、お話しさせていただきましたけども、仏さんの仏教っていうのは、ちょうど日本から言うと西、ここにインド、このインドで、お釈迦様と、釈尊ゴータマ・シッダールタという王子さんだったお釈迦さんが悟りを開いて、そして、自分の知った内容、こうすれば人間はもう少し楽に生きられるよという、そういう、教え、これをあちらこちらで、インドのあちらこちらでお話になった。で、その教えを風の頼りに聞いた中国にいたお坊さんが、どうやら西の世界に行ったら、西の世界には素晴らしい教えがあるぞ、あの話をこっちへ持ってこよって言って、中国にいたお坊さんがはるばるシルクロードという道を通ってインドへ行かれて、そしてインドで木の葉や木の皮に書いたお経を背中に背負って、そしてまた帰ってこられました。で、このインドの中国のお坊さんがインドへ行って、そして帰ってくるまでの話を面白おかしく、物語にしたのが西遊記、孫悟空の出てくる話です。あの孫悟空の、玄奘三蔵という、私らがちっちゃい時は手塚治虫の漫画でありました。で、その後、夏目雅子がやった時代もあったり、何人かがこう、その役をしたんですけども、そういう中国のお坊さんがこっちへお経を取りに来て、そして持って帰られて、で、ここでインドでの言葉で書かれてたお経を漢文に直して、漢文に直したお経が朝鮮半島から日本へ入ってきた。これが方角でいうと北を通じて入ってきましたから、北伝仏教って言います。私たちの日本にある仏教はこの流れです。で、もう一つ、インドからスリランカ、セイロンへ流れた一つの流れがあって、これがスリランカから東南アジアに渡っていった。で、これは北に対して南を通っていきましたから南伝仏教、ちょうどあの映画のビルマの盾事って、あれがそうです。じゃあ我々がいつもお参りに寄せてもうて着てる着物と、あの、ビルマの盾事、あっちはこう一枚の切れをこう体に巻いて、ね、おられます。ちょっと形違います。もともとは同じお釈迦さんの教えやったんですけども、それが北と南に分かれた。で、インドでできた仏さんの教えが中国へ来て、中国から日本に入ってきた。これは仏さんの教えだけじゃなくて、いろんなものがこの道を通って日本に入ってきました。
例えばさっき稲葉さんお話ししていただいた羅生門の鬼、鬼っていうと鬼門っていう言葉があります。鬼門っていうのは方角で言うと北東を鬼門と言います。鬼の門と書いて鬼門。これ鬼門っていうのはもともと今でも、鬼門除けとか鬼門封じって、あの京都の御所行っても東北の角だけは塀がまっすぐこう直角にこういうふうに出てたので、これ逆にわざわざ塀を作り変えてると鬼門除けやっていうふうに言われてる。これはもともと中国で、考えられた考えで、中国に外敵、中国漢民族とかそういう民族以外の外敵が入ってくるのはどこかというと、この東北から敵が攻めてくることが多かったそうです。それ以外は万里の長城というあの長い長い塀がありましたから。せやから悪いもんは東北の角から入ってくる。また中国では東北から南西へ向いて風が流れる、そういう気候だったそうです。せやから東北に水回りのものを作ると湿気が常に家の中へ入ってくる。トイレを作ったら前から匂いが常に入ってくる。せやから東北はきれいにしなさいというので、こっちを鬼門と言う。で鬼門は 今は東北と言いますけども、それを昔の言い方で言うと牛虎の方角、牛虎が鬼門。せやから牛虎やから鬼は牛の角が生えてて虎の皮のパンツを履いてる、こういうふうに言われてます。だそういう教えも中国から日本に入ってきました。でそれと一緒に中国で人間は死んだ後10人の王様から審判裁判を受けるという教えがある。これを獣王思想と言います。プリントでも書かせてもらってます。中国で10人の王さん、その10人の王さんの第5番目に出てこられる方がかの有名な、閻魔大王だと。でそういう教えがあって、これは儒教とか道教とかそっちの教えだそうですけども、でせやけどもそういう教えが中国から日本に入ってくる。そしたら日本でちょうど室町時代の人が考えたのは、自分の親やおじいさんおばあさん縁のあった方が亡くなった、その後10人の王様から裁判をされるらしい。そしたらその10人の王さんの裁判が上手にうまくいくようになんとかしたい、ほなどうしようって言ったら、今日本でまあアメリカでもそうですけども、裁判、日本の裁判でいうと裁判官が言い張って弁護士と言います。この人は例えば悪い人についたら悪事を働いたけども、やむにやまれんこんな事情があってんやという弁護する弁護士がいる。せやから亡くなった後10回の10人の王さんの裁判の時に、そしたら10人の弁護士さんをついてもらおうというふうに考えます。で10人に、まあ10人だけやったらだからもうあと3人足して13人のその亡くなった人の裁判の弁護役を選定し合った、そのチームがこの13部。で第5番目の第5回目の裁判、あの怖い閻魔さんの時の弁護士さんはお地蔵さんやそう。そういう弁護団、10チャンネルで法律相談ってあるけど弁護士軍団ってある、そう、まあ言うたら弁護士軍団です。そういう仏さんです。で私たちはその裁判があるから、よくその裁判をうまく終わるようにということで手を合わした、まあ、手を合わすのは裁判が終わってから手を合わしてたんでは間に合わへんから、裁判の前の日にみんな集まって手を合わそうと。
はい、でそれが何かって言ったらいわゆるタイヤっていうんです。タイヤっていうのは、プリントの左側の一番下にありますけども、逮捕のタイという字に下に寄ると書いてタイヤです。